いらっしゃーい、四ツ谷アウトブレイクの佐藤です。おはようございます。久しぶりの YouTube 待ってたか、みんな。何もしてないと思っただろう。意外とな、してたんだ。してたわけじゃない。俺は今忙しくて YouTube ができなかったわけじゃないんですよ。まあちょっとですね、まあいろいろあって、人生にいろいろありまして、非常にこう皆さんの前で動画でウェーとかですね、ウェーとかですね、やる元気がなくて、今日はですね、そうです、最近ライブハウスを騒がせているノルマの問題しません。違うんですよ、お金の話を今日はしようと思います。ライブハウスにまつわるお金の話。もうね、そう言うとですね、皆さん言うんですよね、あんまりライブハウスの人はね、お金の話をしちゃいけないと、夢を売る商売、あんまりそのお金の出し入れだとか、誰からもらって誰に払うとかっていうのはね、面白くないみたいなことを言うんですけど、まあわかると。でも僕が常々言ってるのはですね、やはりこうライブハウスに、まあ、働く人しかり、ライブハウスに遊びに来る人しかりですね、やっぱ楽しいお金の使い方をしてほしいというのを最近やっぱ本当思ってて、で、楽しいお金の使い方ってなんだろうって、やっぱ人それぞれなんですけど、今日僕すごいですね、楽しいお金の使い方をしてもらったなという思う案件があったので、ご紹介します。イエーイ。今日はですね、今朝6時ぐらいなんですけど、深夜 にレコーディングをしてたんです。四ツ谷アウトブレイクは深夜帯、まあね、ライブないから空いてるじゃないですか。そういう時にバンドとですね、レコーディングしたりとか、スタジオ練習一緒にしたりとか、いろいろやってるんですけど、まあ今日はレコーディングだったんですよ。で、ひねもすタイ人というね、この YouTube のどっかに僕が作った MV もあるバンドなんですけど、の彼らとのレコーディングだったと。で、まあ当然ですね、深夜にまあライブハウスを動かし、私を動かし、いや、そんな偉いもんじゃないですけど、まあまあやっぱりそのお金は発生するね、それはもうただでやる時もあるけど、ただでやってたら死んじゃうんで、お金はもらう。でもそのね、やっぱギャラの払い方なんですよ。今日もういきなりですよ、開始来て、店に来て5秒でもうひねもす大臣、まあ、ボーカルひねもくんっていうのがいるんですけど、彼がですね、こうやってこのギャラ袋を早々に僕に持ってきてくれるわけです。で、やっぱね、その時にほら見てください、これちゃんとね、メッセージをつけてくれるんですよ、彼いつも。僕に何か、僕が何かお手伝いして経費が発生した時のギャラっていうのを、いつもこういう形で封筒にね、絵とか書いてくれたりとか、メッセージ込めてくれたりとかしてもらうんですけど、まあこのお金本当に大切なお金だ、このお金に見合う分の仕事をやっぱ俺はしなきゃいけないなと思うわけですよ。で、これってやっぱりこのすごい俺かっこいいお金の使い方というか、まあお金の渡し方になるのかもしれないですけど、これやっぱすげえいいなと思って、こういうの俺も真似したいなって思った次第です。金の価値、例えば1000円だったら、いや、まあこの封筒にもしね、仮にですよ、まあ5000円入ってるとしますよ。で、5000円入ってるとしたら、その5000円がやっぱ5000円以上の価値を持ってこの5000円は使用されたわけですよね。ブログとかにも書くんですけど、こうやって YouTube で言うのもいいかなと思って。で、2月やっぱ YouTube 別になんかね、話変わるんですけど、もう諦めたんですよ、早々に。 YouTube で何かこうコンテンツを作りながら宣伝をして、かつ金を稼ごうなんていうのは、まあもう俺には向いてないっていうのも早々に分かりましたね。まず登録者数が1000人いなきゃいけないでしょ。もう今300、400弱ですよ。もうね、無理、そんなね、有益な情報ばかりをね、ボンボン流して、みんなに日々チェックしてもらいたい動画とかって、もう無理、もうっていうか興味ねえ。そんなの興味ないぜ。さあだあ、もうさ、もう YouTube 久々すぎて何していいか分かんねえよ。もう分かんないよ。あ、髪の毛生えたんです、ほら記事になりました。つってもこうやってリンクが貼れないのもこれめんどくせえな。まあまあいいや。というわけで、皆さん、四ツ谷アウトブレイク並びに店長佐藤、そして我が愛しのスタッフのみんな、アウトブレイクに遊びに来てくれるみんな、アウトブレイクでライブしてくれるみんなをは最高だということをこれからもお伝えしていきたいと思います。じゃあまた次の YouTube で会おうぜ。アディオス。あ、違う、これ横須賀たまろう。なんかこの締めのいつもやるやつをやりたかったんですよ。また
うん、違うな。また会おう。